ここで緩いカーブ、そのカーブを打たせました。キャッチャーゴロ、ワンアウト。柴原さんがおっしゃったその緩いカーブをここで使ってきました。ここで落としてきます。清宮三振。ここで緩いカーブ、これで追い込みます。バッテリーランナー走った、セカンド送球。さあここはタッチアウトになりました。松本剛盗塁失敗、海賀さん、うん、先ほどもそうですけど、はい、右側のボール詰まっています。セカンドゴロ、三森から中村晃、ボール渡っています。ワンアウト。これはいいボール、バットが出ませんでした。郡司は三振です。緩いカーブから入ってきます。いろんな球種をうまく使っていきたいですね。はい、内側見逃し三振。バットが出ませんでした浅間。ランナー一塁残塁です。この回もランナー背負ったんですが、バンドその後しっかり抑えました。数字ですよね、うん、ここ打ち上げて2球目高く上がって内野フライです。ショートの川瀬がセカンドキャンバス左側、ワンアウト。レフトほぼ正面です。近藤が前に出てボールを取ります。レフトに抱き上がって近藤下がっていって落下点、ボールを取る、うん、まずは郡司に対しては7球目落としてきました。打ち上げてセカンド後方、三森が落下点に入ります。ここでカーブです。まあ、そろそろ背景のボール、はい、ボールになります。まっすぐライト正面、ライトライナー、岸にもうまく打ったんですが上林の正面でした。ランナー2者残塁、追い込んだバンド。最後はフォークボールです。3球勝負できました。ワンアウト。ある程度長い棒、長い回を投げてもらうってなると、はい、今日の加藤豪介はヒット1本です。センターへ打ち上げてゆっくり下がって牧原大成、ボールを取ってツーアウト。追い込んで4球目ストレート、うん、空振り三振でスリーアウト。この5回を三者凡退に抑え、この首位打者というね、はい、ここはスイングアウト。バンドが6つ目の三振を奪っています。先頭松本剛は三振、詰まってショートの川瀬が一塁へ送る。それでツーアウト。打ち取ってピッチャーゴロ。5回6回を坂東が三者凡退に抑えています。ゲームは6回の表終わっています。ここでカーブを使って2球で追い込んでいます。あれいいと思うんですね、はい、ショートの右、変わった今宮軽快にさばいてワンアウト。先ほどはこう詰まりながらも外野の前、広島戦で打球を受けた影響で、はい、手のひらや指に軽度の炎症があったんだけれども、うん、はい、今日病院に行った結果腕に問題はなかったということですね。なるほど、はい、で藤本監督、いいピッチング、いいテンポで投げるようになりましたね、はい、これもショート今宮が取って一塁送球。この7回も三者凡退で抑えた。5回、6回、7回と3人ずつで片付けています。バンド